ルーシー、お客さんだよ。私に？あなたはセーバートゥースの精霊魔導士？ルーシー様に大切な用事があり伺いました。セイバーが何の用だよ。ナツさん、話くらいは聞いてあげましょう。厚かましい申し出ではありますが、これを。創魚球の鍵と天秤球の鍵、この二つをルーシー様に受け取っていただきたいのです。そんな無理よ、もらえない。1日目、あなたを見た時から決めてました。大会が終わったらこの鍵をお渡ししようと。大会終わってねえじゃん。私の大会は終わりました。私の代わりにはおそらくミネルヴァ様が加わるでしょう。でもどうしてですか？それはあなたの大切な精霊ですよね。だからこそ私より優れた精霊魔導士であるルーシー様のもとに置いていただいた方が精霊たちも幸せなのです。嬉しい申し出だけど、やっぱり私には。あなたはすでに王道12門の鍵を10個も揃えています。この2つと合わせて12の鍵すべてが揃うのです。世界を変える扉が開く。世界を変える扉？ただの古い言い伝えです。私にもその意味は分かりません。あなたは精霊に愛され、精霊を愛する方です。12の鍵を持って精霊と共に歩むべきです。やっぱり受け取れない。精霊魔法は絆と信頼の魔法。そんなに簡単にオーナーを変わるわけにはいかない。簡単な決意ではないのですが。え？いえ、あなたならそう言うと思っておりました。いずれ時が来ればおのずと12の鍵は再び揃うでしょう。またお会いできるといいですね。もったいないことしたわね。せっかく全部鍵が揃うチャンスだったのにね。昔はね、全部揃えてやるんだって思ってたけど、今はそうでもないんだ。セーバートゥースの人とはいえ、あの人も精霊をとても大切に思っている。私にはあの人と精霊の絆は切れない。ううん、切りたくないの。ルーシー、俺出てくる。え、どこへ？ちょっと言い忘れ。